眉と川向かいの目の湯夏和村温泉は岩手県北上市にある温泉。北上市西部、夜景下家中腹の渓谷にある。交通の不便さから、人をの一つに挙げられる場合が多い。二軒の旅館が存在する。露天風呂への通りの両側には、当時棟や売店、食堂、マッサージ屋などがひしめき合い、さながら街並みのような光景を形成しているのが大きな特徴である。 各旅館に内湯があるほか、渓谷沿いに元湯夏油が管理する露天風呂群が並んでいる。それぞれの浴槽の底、または横から湯が湧き出している。日帰り入浴も可能だが、混浴と女性専用の時間帯が設定されている。夏、油温泉の石灰化は1941年に国の天然記念物、 1957年には国の特別天然記念物に指定された。この石灰化周辺では農業を楽しむこともできる。発見は850年以上前。平家ゆ伝説によれば、平家の落ちうどの末裔、高橋志郎左衛門が巨大な白煙と戦った翌年、その猿が気になって山中深く入った際に温泉で傷を癒している姿を見て発見したとされる。夏。 油という名称については、アイヌ語のクオガがゲ源であるとする説がある。昭和40年8月9日、国民保養温泉地に指定。北上市街から山の中の一本堂を渓谷沿いに来るまで1時間ほど登ったところにある静かな温泉である。公共交通機関では、かつては北上駅から岩手県交通が路線バスを運行していたが、 2015年11月に廃止された。冬場は夏、油高原スキー場から先の道が通行止めとなるため行くことはできない。ありがとうございます。